原生姜、守山市笠原町で江戸時代から作られてきた伝統野菜です。笠原町の生産農家を訪ねました。こんにちは。あ、こんにちは。こちらが笠原生姜の畑ですか？はい、そうです。ちょっと畑入らせていただいてもいいですか？どうぞ入ってください。すいません、失礼します。すごいたくさんありますけど、笠原生姜ってどういった特徴があるんですか？笠原生姜っていうのが、この土地がね、保水力があって、それから排水がいいということで、特に生姜作りに適している土地ということになります。で、そういう土地で作った生姜ですから、歯ごたえはいいんですが、柔らかくって風味が豊かで美味しい生姜ということになります。収穫体験をさせてもらいました。すごい、綺麗なピンク色ですね。そうですね。これが笠原生姜の特徴ということでもありますので。すごい綺麗、鮮やかなピンクですね。食べてみますか？このままですか？そうそうそう。では取れたての笠原生姜のお味は？わ、気になる。思ったよりもあんまり辛くないです。あと確かに食感が柔らかくてみずみずしい感じがします。ここで笠原生姜を使った料理をご紹介。こちらがあの笠原生姜の甘酢漬けということになります。はい、じゃあ出てみますね。辛みがさっぱりしてますね。夏にぴったりな味ですね。次は、笠原生姜の佃煮になります。いただきます。あ、甘辛い味ですね。こっちご飯に合いそうですし、ご飯どんどん進んじゃいそうですね。ああ、そうですね。この辺り米どころですのでね、米と一緒に食べるっていうのは非常にいいと思います。全部美味しかったです。すごいいろんな活用もありますね。そうです、ありがとうございます。また笠原生姜を使ったジャムやドレッシングなどの加工品を開発し、笠原生姜の魅力をたくさんの人に伝える取り組みが行われています。守山市の伝統野菜笠原生姜を皆さんぜひ食べてみてください。笠原生姜は農産物直売所ファーマーズマーケット大民地で購入することができます。今の季節は笠原生姜を使ったジェラートも食べることができます。じゃあ早速いただきます。美味しい。生姜の味もしっかりするんですけど、後味がすごくさっぱりしてて美味しいです。これだったらお子さんも食べやすいですよね。笠原生姜は現在7軒ほどの農家で生産されていて、手作業で生産されているので大量には作れないのが現状です。でも毎年夏には多くの方が店頭に並ぶのを楽しみにしているそうです。地域の伝統野菜笠原生姜、今がまさに旬です。皆さんぜひ食べてみてください。